金堂くん、ご無沙汰してます。お元気ですか？焦がれる焦がれる思い、恋そうですね、今回はタイトルが夜叉ですからね。まあ、あの女性は誰でもこう難面性、まあ、二面性とか持ってますけれども、この主人公の女性もすごくこう情熱的な女性で、この可愛らしい女の部分と、そして鬼のような強い夜叉のような、ね、そんな二面性を持った女性の、こう情念みたいなのを描いた作品です。やっぱりその二面性といいますか、その可愛らしい部分とちょっとこう怖い部分とっていうのを、歌の中でもこう表情であるとか、あの表現の仕方であるとか、そういうところにこう違いを出していただくと、この歌の良さが出てくるんじゃないかなと思うんですけども、まあ可愛らしい部分はどちらかというと、笑うというよりはこう優しい顔をして歌う。そうすると口が横に広がって可愛い声が出せるんですね。で、怖いところはキュッと目線を強くして、そして少しちょっとドスの効いた感じで歌う。そうするとこの一つの作品の中でもその二面性が出せるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。試してみてください。私あの車を運転するの大好きなんですけれども、よくヒヤッとさせられることがあるんですけど、それはね、自転車なんですよね。やっぱり自転車って生身じゃないですか。それなのに横切るったりするときに全然こう見ないで、もう堂々と横切る方がいらっしゃる。それとあと車でこう走ってると、本来でしたら車道を同じ方向で走らなければいけないのに、逆から来る自転車があったりすると、もうすごくドキドキするんですね。ですからぜひ皆さんも自転車に乗る場合はぜひ、本当に事故があったりしたらね、いけませんのでね、くれぐれもお気をつけいただきたいと思います。私も安全運転いたします。私はできればとにかく美味しいお塩と、そして美味しいお米と、上手に炊いた炊きたてのご飯で作った塩おにぎり、もう中に入れたり海苔を巻いたりしません、ただの塩おにぎり、これを最後に終わりたいですね。はい、牧様、相談があります。この秋に還暦を迎え、妻と旅行に行きたいと思っているのですが、どこに行ったら妻が喜ぶか悩んでおります。日本各地を知っている牧さんに良きアドバイスをいただければ幸いです。ちなみに妻は温泉が大好きです。よろしくお願いいたしますと。実は私前作の越佐海峡恋上話の時に佐渡から観光大使を任命されまして、まあ、観光大使としては何としても佐渡へ行っていただきたいんです。佐渡も温泉ございます。それに佐渡は歌の中にも出てくるようにたらい船があったり、時もいますしね、あとは本当に自然がいっぱいで、もう日本海の海も冬の顔と、そして、まあ、春夏の顔もとっても日本全国いいところたくさんありますけども、この佐渡は特におすすめです。ぜひ奥様と佐渡へ行かれたらいかがでしょうか。おかげさまで私も25周年を終わり、そして26年目に入りましたけれども、今回の新曲が「夜叉」ということで、本当に今までの歌のタイプとまたガラッと違うタイプで、牧優子のこう違う面を聴いていただけるんじゃないかなと思います。二面性を持ったその女性をうまく皆さんね、こう表して歌っていただけたらいいなと思います。そしてカップリングはですね、ハッピーサンバって
と言いまして、もうとにかく歌って踊って楽しんでいただける作品です。この2曲とも本当に私にとってはこう今までになかったタイプなので、ぜひ皆さん応援してください。よろしくお願いいたします。